はい、こんばんは。スタジオジバーサーでようこそ、もう閉店してますが、本日ですね、ご紹介、こちらの磁気ネックレスですね。チタンでできているものなんですが、なくしたと思って、警察に届けてね、探していただきました。ないわけですよね。あのうちのスタジオのこちら側があのデッドというね、音が響かないスペースになってるんですが、そこにポンと置いてありました。でこれですね、あの、私がしょっちゅう通っている、コーヒーショップのでできた、知り合いかな、お友達かな、僕の中でお友達なんですが、から、それはあのー効果がないことをほぼ実証されているという話を聞きました。で、ここ数日ね、あまり体調が思わしくなく、声も出ないような状況が続いていたんですが、本番1回でうまくいけばそれでいいわけですよ。で、この磁気ネックレスなんですが、確かに、効果がないことが実証されている、その方がおっしゃるなら多分そうなんだと思います。ただなぜか私はこの磁気ネックレスをしている方が、うまくいくことが多い、とても面白いことですね。で、私の手相なんですが、右側がですね、この線が離れているんですね。でこちら側は線がくっついているんです。これはですね、前以前にも手相を見るといっても、あのオカルト的なのではなく、統計学的に見た、見てくださる、手相を見る占い師というか、そういった方に言われたんです。すごくびっくりした顔して、この片方が離れていて片方がくっついている手相というのは100万人に1人なんだそうです。驚きですね。そして私がね、しょっちゅう通っているコーヒー屋さんの、とても素敵な女性がいらっしゃるんですけど、なんとなく同じ手相をしているような気がしたんでね、見せてくよって言って見たら、ね、驚きましたね。全く同じ手相をしてるんです。右側の線が離れていて左側の線がくっついて、もうね、びっくりしたを通り越してゾッとしましたね。でこれ計算してみたんですが、100万人に1人の手相を持った人と100万人に1人を手相を持った人間が出会う確率はですね、計算してみたんですが、なんと1兆分の1でございます。1兆ですよ。すごいことだと思いません、ね、この2人が出会うこと、面白いもんですね。そういう、私は学生の頃から数学がとてもテストで不得意で、0点も取ったことがあります、はい。で、しかし数学が嫌いだったかというと、とても大好きだった、実は数学が。残念ながらその学校で学ぶ数学が、うまく解けなかった。今は物理とかね、科学とか数学とかとても大好きで、たくさん勉強してます。皆さんね、勉強できる機会が与えられるということはとても素晴らしいことです。そして人と人がね、出会えるというのもまたこれまた素晴らしいことです。出会いを大切にね、忘れることがなく、自分の身の回りにある楽器一つ一つに愛情を注いで、行ってもらえたらなと思います。本日のお話はね、ちょっと話が脱線しました。手相の話とね、数学の話、そしてこのね、磁気ネックレスの不思議ですね。こういう女性はよくはネックレスしたりするんですけど、多分だから何っていう部分はあると思うんですが、気持ちの問題なんでしょうね。それをしているとこう、ちょっと気持ちがパリッとするとかね、そういったものかなと思います。それでは、また次回の動画でお会いいたしましょう。10月も半ば、もう後半になってまいりました。10月22日。
大人クラブの時間でした。それではまたお会いしましょう。 See you next time です。じゃあね。